この度は寒い中お集まりいただき誠に申し訳ございません。この場をお借りしまして被害者の方に改めてお詫びしたいと思います。また世間をお騒がせし ファンの方々やお仕事関係の方々に多大な迷惑とご心配をかけてしまい深くお詫びいたします。誠に申し訳ございませんでした。私が昨年12月11日に事故を起こしてしまったことにおきまして昨日検察庁から発表があったように不起訴になりました。本来ならばすぐにご迷惑をかけた方々に直接謝罪したかったのですが芸能活動の停止自宅謹慎ということもありまして直接ご迷惑をかけた皆様に謝罪することが遅くなってしまい誠に申し訳ございません。処分が出たこのタイミングで会社と話しましてこういう場を設けさせていただきました。運転手さんの怪我っていうのはどれくらいのものだったんですか？主診断書によりますと全治2週間ぐらいというお話は、弁護士の先生から、聞いております。はい、ご本人にはどのようにあってどういう謝罪をされたんですか？はい、事故した直後何度か電話をさせていただきお手紙を書かせていただきましてそれで直接謝罪する場を相手の方から設けていただけるという話で、事故した3日後に直接お会いすることができまして僕自身本当に申し訳ないことを してしまいました。お体の方は大丈夫ですかというような話をさせていただきました。ルピさん何ておっしゃったんですか？相手の運転手の方が本当に優しい方で僕が泣きながら謝罪しているのを見て相手の運転手の方が完全に僕が悪いのに 100% 僕が悪いのに
相手の運転手の方が涙を流されて、もう謝罪の気持ちは井上さんから十分伝わりましたと。なので早く劇場やテレビで漫才してる姿を私に見せてくださいと。それでまた私のことを笑わせてくださいっていう温かいお言葉をいただきました。それ聞いて井上さんどんな風に感じました？その時本当に涙が止まらなくて、それと同時に僕はこんなお優しい方に本当に申し訳ないことをしてしまったんだなと思い、自分自身への苛立ちももちろんありましたし、不甲斐なさもありましたし、本当に相手の方に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。相方の吉田さんの会見などはご覧になりました？はい、見ました。井上さんからは連絡は？やっぱり相方の石田君にも本当たくさん迷惑をかけてしまったし、申し訳ない気持ちですし、僕自身相方の石田君がこのことで解散してくれと言われても仕方がないなとは思いましたし、でも石田君が井上の人生も自分の人生の一部だっていうことを言っていただいて、石田君にも本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。解散はない、やっぱり2人で漫才劇場に立ちたいということもおっしゃってましたけれども、はい、本当に被害に遭われた方もそうですし、同情してた竹地君もそうですし、相方の石田君もそうですし、僕が一番迷惑をかけてしまった方々が本当に僕に一番優しい言葉をくれたといいますか、石田君がそういうふうに言っていただけたのは本当にありがたい気持ちでしたし、それと同じぐらいもう二度と石田君にはどんなことがあっても迷惑をかけてはいけないなと、何があっても石田君に感謝の気持ちを忘れてはいけないなという気持ちでいっぱいです。石田さんどんな風に見てますか？番組だと似てて、石田君が僕の名前を言っていただいたり、石田君一人で「ノンスタイル」はいるんだよっていうふうに振る舞ってる姿を見て、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。2人で舞台に立てる日はいつ頃になりそうですか？まだ明確に復帰の時期などは決まっておりませんし、やはりまず
本当今回たくさんの方々にご迷惑をおかけしてしまったので、自分の口から自分の声でしっかり謝罪の気持ちを伝えたいということが第一じゃないかということで、復帰に関してはまだ何も決まっておりませんし、石田君や世間の方々がお許しいただけるってなった時に、初めてまた会社と話し合い、どういう形でいつ復帰するのかは決めていけたらなと思います。私の不注意かつ軽率な行動で被害者の方はもちろんのこと、同乗していた武智君、相方の石田君含め、たくさんの方々にご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。ありがとうございました。寒い中申し訳ございませんでした。すいませんでした。